山形自動車道、山形自動車道、山形自動車道、山形エクスプレスウェイは、宮城県柴田郡村田町の村田ジャンクションで、東北自動車道から分岐し、山形県山形市の山形 JCT で、東北中央自動車道に接続し、山形県鶴岡市の鶴岡 JCT に至る延長 130.1km の高速道路、高速自動車国道である。 略称は、山形道、山形道、山形エクスプレスウェイ。高速道路ナンバリングでは、仙台南部道路と共に E48 が割り振られている。現在、村田ジャンクション、宮城県柴田郡村田町、合算インターチェンジ、山形県西村山郡西川町、湯戸野山インターチェンジ、山形県鶴岡市鶴岡 JCT、山形県鶴岡市の 計 109.1km の区間が開通している。二階通区間であるガスサンインターチェンジと、湯戸野サンインターチェンジの間は未だに基本計画区間となっている。村田ジャンクション山形座 o IC は、国道286号と、山形座 o IC ガスサンインターチェンジ、湯戸野サンインターチェンジ鶴岡 JCT は、国道112号と、それぞれ並行している。 前線が東日本高速道路、ネクスコ東日本の管轄である。笹谷 IC、関沢インターチェンジは、当初国道286号笹谷トンネル、山形自動車道に並行する、一般国道自動車専用道路として建設され、開通したが、4車線化の整備計画、施行命令が高速自動車国道としてされため、これに伴い高速自動車国道に指定変更され、 山形自動車道へ編入された。日本海東北自動車道の鶴岡 JCT、坂田港 IC も当初は山形自動車道として開通した区間であったが、2012年3月24日の厚み温泉インターチェンジ鶴岡 JCT の開通と同時に日本海東北自動車道に名称変更され、ただし、キロポストは山形道のものが引き続き使用されている。 合算インターチェンジ、湯戸野産インターチェンジは建設されておらず、その区間は現在国道百十二号合算道路で結ばれている。ただし、合算道路は一部に自動車専用道路ではない区間が存在しており、山形道との接続部は一般道路区間である。また、合算道路や日本海東北自動車道の鶴岡 j g t 以南の区間は無料のため、省内地方は 飛び地の有料道路となっている。日本海東北道の区間も含め、省内地方の区間では、料金所集約のために出入り口料金所が設置されていない IC があり、区間ごとに定められた料金を、その都度支払うことになっている。そのために、鶴岡 IC と日本海東北道の坂田 IC、坂田港 IC に、本線料金所が併設されており、湯戸の山、鶴岡、 坂田、坂田港の角で入り口料金所と共に通行券を受け取らずに支払う方式となっている。省内区間の全線を走行すると、料金の支払いが4回、日本海東北道の鶴岡 JCT 料金所、経由した場合は3回発生する。現在は、村田ジャンクションに山形 JCT が4車線、山形 JCT 異性、ただし佐賀 IC 山形 JCT 間のくが、 暫定に車線である山形自動車道は、法令上の正式な路線名である、東北横断自動車道坂田線、仙台市坂田市のうち、東北自動車道の区間を除いた、総延長約1 5 8トルの中で、高速自動車国道に並行する。 一般国道自動車専用道路の国道112号合算道路の 21km、日本海東北自動車道の 27.5km を除いた区間の延長 109.1km の道路名である。合算インターチェンジゆどの山インターチェンジ間は基本計画区間で止め置かれたままとなっており、建設開始のめどは立っていない。 山形県の高速道路整備推進室が2018年8月に県民の生の声コーナーへの投稿に対して一回答によれば国土交通省に対して同区間の事業化に向けた調査、検討に着手するよう提案しているところとのことである各本線料金所付近では30時速 40km 干渉地帯として前後の区間では40時速 50km に 制限されている。売店は、佐賀江サービスエリアと、古籍パーキングエリア、串引き PA に設置されており、佐賀江 SA と串引き PA には、ハイウェイオアシスも設置されている。ガソリンスタンドは、佐賀江 SA にのみ設置されている。しかし、深夜営業を行っている売店、ガソリンスタンドについては設置されていない。佐賀江側にかかる本堂寺業、西川町は、 山形県に存在する橋で一番長い橋である。佐賀 SA、鶴岡 JGT 間のトンネルは、暫定に車線の対面通行であるため、上下線で一本のトンネルとなっている。24時間交通量、大道路交通センサス。2002年度区間別平日平均交通量、大区間別に見ると、佐佐谷 IC、関沢インターチェンジが18,334。 同98.9%で最も多い。この区間において、並行する国道286号笹谷峠は、急勾配かつ極めて強路であり、大型車5トン以上は、通年通行止め、さらに冬季期間は、全車両通行止めである。笹谷 IC、石沢インターチェンジ、笹谷トンネルは、別料金となっている。笹谷 IC、 関沢インターチェンジを含む場合は、早走行距離から、当該区間のキロほどを除いて、料金を算出し、これに、笹や関沢の料金を合算する。さらに、湯戸野山インターチェンジ鶴岡 JCT、及び、日本海東北自動車道の鶴岡 JCT、料金所坂田港 IC の省内地方の区間では、他の有料道路と接続していない飛び地となっているため、 割安な料金となっている。上記の料金は普通車のもの。内は通常単価で計算した場合の料金。2区間以上を連続して走行した場合は、それぞれの区間の料金の合算額とする。2005年11月1日より、湯戸野山インターチェンジ坂田港 IC における ETC 通勤割引の特例が開始された。ETC 通勤割引は原則。 午前6から9時、午後5から8時の1 0 0トル以内の各々の1回目の走行に限り有効であるが、合参インターチェンジと湯戸野山インターチェンジをいずれも ETC 走行した場合、合参道路を挟むそれぞれの高速道路において通勤割引が適用される。割引の条件を満たすかの時間確認は、西川本線料金所、湯戸野山インターチェンジ、鶴岡本線料金所、 酒田本線料金所、酒田港本線料金所の5箇所で行われるため注意が必要である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。